朗読屋は山口発地域ドラマとして NHKBS プレミアムにて2017年1月18日の22時22時59分に放送された日本のテレビドラマ、小木上直子作。山口出身の詩人、中原中也の死を中心に死の朗読に山口の美しい風景を絡めてファンタジックで心温まる物語として描く。 主演は、吉岡秀隆。同年4月22日に、NHKBS プレミアムにて再放送された。また、東京ドラマオード2017にて、ローカルドラマ賞を受賞し、同年11月23日に、NHKBS プレミアムにて、12月10日に、NHK 総合にて再放送された。突然妻が去り仕事も失って、無気力な日々を過ごす。 主人公、西恩寺守は、元妻からの、突然の電話の会話で、24時間図書館の存在を、知り、眠れぬまま夜の街を探し回り、尋ね当てる。そこで出会った師匠の沢田瞳の紹介で、古島の洋館に暮らす浮き離れした老婦人、小笠原玲子のもとに、朗読屋として、使えるようになる。玲子の世話役の早川や、漁師の倉田から、死の朗読について、 知った激励を受けつつ、霊子に中原中也の死を朗読する、穏やかな時間を過ごす。ある日守るは24時間図書館の忘れ物に、見覚えのある元妻の手帳を見つけ、そこに記された元妻の思いを知って、閉ざしていた心の扉が開き感情が溢れ出す。ありがとうございます。